大場賢治は日本の俳優、演出家、イベント運営会社、ラック JET 代表取締役社長。本名及び旧芸名は高橋賢治。初期は本名で活動し、現在でも演劇を演出するときは本名の名義で行っている。愛媛県松山市出身。身長170センチメートル、血液型は A 型。中学生の頃には、 テレビドラマ、キーハンターを見て、出演者の千葉慎一のファンになり、高校生の時に設立直後のジャパンアクションクラブ第1期生募集に応募し、合格。1971年に高校を中退して、上京し、芸能界への一歩を踏み出す。なお、大場は、役者志望というより、アクションやスタントマンのような仕事をやりたいという気持ちだった。 九百七十二年から九百七十三年にかけて放送された特撮テレビドラマ人造人間機械ラーでトランポリンスタントを担当。同作品の第三十一話で初めて顔出し出演を果たした。当初は本名の高橋健治名義で活動していたが、九百七十九年から九百八十年にかけて放送されたバトルフィーバー J で明けぼの城を バトルケニア役として初めてレギュラー出演が決まり、市である千葉新一から羽の字をもらって、大場賢治の芸名での活動を開始した。同作品では、バトルケニアのスーツアクターを兼任し、変身前と変身後を吹き替えなしで演じた。1980年から1981年にかけて放送された、電子戦隊電磁マンでは、梅大梅ゴロ郎、電磁ブルー役で、 レギュラー出演し、こちらでも、デンジブルーのスーツアクターを兼任した。1982年から1983年にかけて放送された、メタルヒーローシリーズの第一作、宇宙刑事ギャバンの主人公、一条寺列、ギャバン役で初主演を果たす。1984年公開の映画、光太郎まかり通る。では、天、三寺照彦に扮するため、 スキンヘッドにした。これが好評だったため、翌年放送のテレビドラマ、影の軍団4、影の軍団幕末編にもスキンヘッドの伊賀忍者、ガマ8でレギュラー出演。大場賢治にとってスキンヘッドは、個性の一つにもなり、2003年には、千葉慎一の熱狂的ファンであるクエンティン・タランティーノのオファーで、千葉慎一とともに、映画、キルビルボリューム1に出演。 タランティーノのリクエストでガマ8と同じクスキンヘッドにし、お得意のコミカルな演技でハリウッドデビューを果たした。1987年、母親の看病のため JAC に名誉会員として席を残したまま郷里の松山に帰郷。地元のイベント制作会社の会社員となり、多忙な会社員生活の合間に俳優業を行うというスタンスとなる。 俳優業の傍ら、自ら設立したイベント制作会社、ラック JET の代表取締役社長も務め、更新の育成にも力を注いでいる。これらの活動では、本名の高橋健次名義で、舞台演出も行っている。2007年、ラック JET との業務提携という形で、ジャパンアクションエンタープライズに、再び席を置く。2009年、 JAC 時代からの名優である、井上聖吾、関根大学と共に、演劇ユニット、マシンガンを設立。2011年6月11日公開の映画、豪快ジャー5世ジャースーパー戦隊199、ヒーロー大決戦にて、約30年ぶりに、大梅大五郎役を演じた。大場によると、当初は同じく過去に演じた明けぼの郎役として、登場する案もあったようで、後に、 海賊戦隊豪快ジャーのテレビシリーズ第44話で、明けぼの白役を約31年ぶりに演じた。そして、2012年1月21日公開の、海賊戦隊豪快ジャー VS 宇宙系ジギャバンザムービーでは、約28年ぶりに、一条寺列役を演じ、同時に、大梅大五郎、明けぼの白の一人三役を演じた。同作では特殊な合成により、 アケボノ、オウメ、イ寺の3人が一堂に対面するシーンが実現した。2017年公開のスペーススクワットギャバン VS デカレンジャーでは2代目宇宙刑事ギャバンのサポート役として生身での立ち回りアクションも披露している。2012年8月 NHK の首都圏向け番組有ドキネットワークでこれまでの経歴が紹介された。 アクション俳優として生きる中で何度も同僚の怪我や時には死亡事故があったことなどがナレーションで触れられた。地元でのイベント活動の様子の写真も紹介された。そして今自分にできることは何かを問い、それはアクション俳優を養成することであると確信したことからアクション俳優の志願者を募り多数の応募者の中から厳選した数名を採用した。 自身は演技とアクションの経験を惜しみなく、後輩に伝授する毎日で、2013年頃には、プロダクションのオーディションを兼ねた舞台公演も計画していると語った。2018年5月初旬に、自宅で倒れて入院し、療養とリハビリを行っている。ありがとうございます。